最上川の清流が町を貫く山形県長井市。全国の地方自治体同様、少子高齢化に伴う人口減少など近年さまざまな課題も浮き彫りになってきました。そんな長井市で2021年スタートしたのが、スマートシティの実現に向けて取り組んでいくことといたしました。 ICT を活用し、地方都市型のスマートシティモデルを作り出すプロジェクトです。計画は12種類に分けられ進められています。町の発展へ、交通・小売、産業・教育や文化、医療・福祉、生活・娯楽など幅広い分野で横断的なスマートシティの社会実装に取り組んでいます。例えば交通や買い物では、市営バスの利用者情報を収集するシステムの開発、スマートシティアプリの開発など、マース、モビリティアザーサービスで買い物難民や交通弱者の問題を解決することを目指しています。取り組みの一つがデマンドバス。デマンドバスではスマートフォンでの予約一つで自宅の近くまで来てくれるシステムです。2つ目の取り組みがスマートストア。運営が行われているところで仕組みを見てみると、登録したスマートフォンで入店、商品のバーコードをスマートフォンに向け、これで支払いは完了。誰でも簡単に買い物ができるシステムです。その他にはボランティアなどを行うと、スマートフォンに電子マネー長井コインが付与され、長井市内で買い物ができます。そして教育現場では、子どもの見守りを遠隔でできるシステムの導入を進めています。保護者が児童を見守るために GPS 付き小型端末を児童に持たせます。データに基づき、保護者はスマートフォンのアプリで児童の位置情報を確認できます。行動範囲もデータ化できるため、児童が普段の行動範囲外に出た場合や帰宅時に通知を受け取れます。その他にも有害鳥獣から子どもを守るため、熊出没実績を踏まえた出没エリア10カ所程度にモーションセンサーカメラとデータを送信する機器などを設置、熊などの出没箇所をデータ化することにより有害鳥獣対策に生かしていきます。さらに e スポーツでは、長井市内のビルに e スポーツ専用の環境を整備、イベント開催でにぎわいを作り出し、 e スポーツで地域の活性化を目指します。他にもドローンを使った次世代型農業やワーケーションの拠点作りなど、長井市は未来を先取りする取り組みで地方都市型スマートシティの創出に挑んでいます。長井市と連携しスマートシティの取り組みをサポートしているのは NTT 東日本。地方自治体へのデジタル人材派遣を拡充させるとともに、グループ会社の力を結集させながら地方都市型スマートシティの構築を支えています。各地域に拠点を持ちながら、地方自治体さんと一緒に二人三脚で課題解決を推進することができる、そこは NTT 東日本の強みなんではないかと考えています。 ICT の活用でソサエティ 5.0 に挑む長井市のスマートシティプロジェクト。最後に長井市が描く未来図を聞きました。これから、持続可能な、都市として、そして地域としてコンパクトシティプラスネットワーク、まさに国がモデルとするような、そういったあり方が一番いいだろうというふうに考えて、様々な整備
あるいはソフトをですね、今充実させようとしております。